大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト青木様さんのコラムです。はい。はい、えっと今日の一番大きなニュースで多分お,おそらく明日新聞は各紙一面がこれになるだろうという、うん、袴田岩尾さんのですね、うんうん、裁判やり直し最新の初公判が。はいうん 今日の午前から静岡地裁で始まったでまあ改めて説明するまでもなく1966年これ実は僕の生まれた年なんですけれど、はい、静岡県で一家4人殺害したとして、まあ、有罪判決を食らって死刑、うん、判決が確定をして。はいはい まあ本当にそれから考えれば50年半世紀以上をまあ獄中に放り込まれてきた袴田さんがようやくようやくその無実がこう証明されるっていうまあ最新公判来年の春くらいまでかかる予定なんですけれども、はい。 そのこれ自体大きなニュースなんですけれど僕、やっぱり改めてね、この番組でも何度か指摘してきたんですけれども、やっぱりその、冤罪っていうものがなんで生まれちゃうのか、まあ人間のやることだからね、それは間違いは生じるんですけれども、しかし、今回に関して言うと、いろいろこう、日本の刑事司法のこう問題点がもう、これだけの事件なんで凝縮されているって言えるんですね、一つはね。 そのこれ実はその袴田さん再審請求が認められたのは実は最初に静岡地裁が認めたのは2014年なんですよ、うんはい、これも10年前なんですけれども、うん、で合わせてまあこれ袴田さんはこれ以上凍り続けることはもうその、うん、正義に反するということで釈放もされたこの時78歳だったんですけれどもそれから10年。 なぜこれまだ再審がようやく10年も経って始まったかといえば、うん、その静岡地裁の決定に対して検察が特別広告、うん、広告をしてでこれ2018年に東京高裁が再審請求を認めないつまり静岡地裁の再審請求を認めたその判断を覆しちゃったからなんですね。でね、これ思うんですけれども疑わしきは被告人の利益にっていう原則に照らせば1つの裁判体がこれ再審すべきだって言ったってことはもうこれ十分に疑わし 検察が広告をする。 いいいいううよななな手続きはししにた方がんじゃか実際、これ、ドイツなんかはないんですけれども、ないんですよ。なので、やっぱりそのね、ある種時間稼ぎ、なんか袴田さん死ぬまで待ってるとはさすがに僕も言わないですけれども、そういうのは検察が広告をするっていうような仕組み、つまり再審請求がようやく認められても、検察が広告してひっくり返しちゃうような、こういう刑事司法の手続きもまず直さなくちゃいけないし、何よりももっと根本で言うとね、証拠。 これ僕の番組で何度も言いましたけど、はい、警察、検察がこう我々の税金使って集める証拠って、うん、別に警察や検察のもんじゃなくて、うん、我々こうその納税者全員の共有財産ですよね。はい ところが裁判で提出されるのはその被告人は有罪だ有罪だっていう証拠しか提出されなくてその証拠の中にもしかしたら無罪なんじゃないのあるいはこれは無罪だよねっていう証拠があっても全部隠されちゃうんですよ。で近年の,その冤罪が分かったその確定して袴田事件もそうなんですけれど事件のこう経緯を見ていくと全部このパターンなんですよ。つまり 再審請求する過程の中で、裁判所がさすがに警察や検察に対して証拠出しなさいって言って出してきた。うんうん、で、ようやくしぶしぶ検察が出した証拠を見たら、うん、あ、やっぱりこれ無罪だよねっていうパターンばっかりなんですね。だからやっぱりこの証拠っていうものを、やっぱり全量、きちんと最初の後半点の段階で、あるいは。 せめて最新後半の段階できちんと検察から出させるようなやっぱり仕組みも必要だろうなっていうのが1つ、それからもう1つはやっぱりこれ、あの僕はこの問題ずっとこだわってるんで、またかって思われるかもしれないんですけれど、やっぱりこれ、死刑、制度の問題ですよね、これ、袴田さん、僕も何度もお目にかかってるんですけれども、釈放された後にね。はい まあはっっきり言えばもう完全に壊れちゃっているわけですよね、うん、もう精神的にはもう本当にそのこうきちんとしたこう意思疎通もできないくらいの状況になっているのを今お姉さんの秀子さんが一生懸命になってこう支援しながら今再審後半これから戦うわけなんですけれどやっぱりねその何十年も孤独な独房で明日殺されるかもしれないっていうふうに思いながらやあの暮らしていくっていうことで完全に壊れてしまう。 やっぱりだから死刑っていう刑罰の残酷さ、まあ、ひとさみたいなものもこうそこに凝縮されてるんですけれどもこれあの、世界ではもう7割以上の国が死刑を事実上廃止、うん、あるいは廃止している中で、まあ、ヨーロッパあの欧州連合なんかは死刑廃止が加盟条件になっている中で日本だけがこの死刑制度を維持している。うん、で まあ日本とまあ先進国でやってるのはアメリカだけなんですけど、うん、アメリカの死刑っていうのは基本的に薬物で行われていて、うん、事前にきちんと告知もされて、うん、その死刑執行っていう国家の最高度の権力行使、うん、命を奪うっていう刑罰に対して、うん、こう例えば、えー、死刑囚の家族であるとか。うん あるいはその死刑囚によって殺された被害者のご遺族であるとか、うん、あるいはジャーナリストも立ち会えるんですよ、つまり外からきちんとチェックできるようになっているんだけど、うん、日本は公主刑によって行われていて、うん、死刑囚がどういう順番で死刑にされているのか、うん、適切に行われているのか、うん、一体どういう状況で死刑が行われたのかというのも全くわからない状況なんですね。なので、やっぱりそのこの死刑制度のありようみたいなものもきちんと問わなくちゃいけないだろうと。うん でね。うん、今回その検察がこれだけ抵抗しているっていうのはね。うん、やっぱりね。これ、死刑制度っていうものに対する疑義がやっぱり広がっちゃうのを。何としても避けたい。うん、もうちょっと言葉を足して言えば。うん その無期懲役とかだってこれ冤罪っていうのはとんでもない間違いなんだけど死刑事件で冤罪っていうものが確定しちゃうとやっぱりこう取り返しがつかない刑罰でもやっぱり冤罪ってありえるじゃないかっていうような雰囲気が出るのがやっぱり検察は嫌なんですね。 で80年代に4件死刑確定事件で冤罪がこう発覚してるんですねでその後日本でも死刑廃止論っていうのはちょっと盛り上がったんだけど、うん、結果的に潰,されちゃった潰れちゃったんですけれどもやっぱりそれ以来こうだからまあおよそ30年ぶりの死刑確定事件でのこれ冤罪まあこれもう間違いなくこう冤罪が確定しますけれども。うん やっぱりこの死刑制度っていうもののありようそのものもこの袴田さんのこの事件を教訓としながらまあ日本は8割の人が死刑支持しているっていうんだけれども世界見るともうほとんどの国が廃止してるのに日本だけが維持してていいのかっていうようなものも含めてこの事件を機にちょっとこう我々足を止めて考えるべきだなっていう初公判があの最新の初公判が今日から始まりましたと。ういうことですねわ、はい、かりました もうでもその何十年も刑務所に、うん だから最初に捕まった時から僕が今日誕生日で5十年なんですけ僕と同じ期間ほぼ彼は獄中にいて10年前に出てますけど10年間彼は殺人犯として今でもまだ最新公判で最終的には無罪になってませんから僕と年と同じ間袴田さんは4人を殺した殺人犯だってずっと言われ続けて40年半世紀くらい獄中に一人でいたっていうことですよ。 なんかひどい言い方だけどあれだよねもう。 検察官もメンツを、うん、自分のメンツを守ろうとして、うんうん、そういうふうにしちゃったのかっていう感じもするね。まありますよね、検察もそうだし厳しく言ったら裁判もそうですよね、裁判も最初の段階で地裁、高裁、最高裁で間違えたっていうのが、やっぱりでましてや、人の命を奪う死刑っていう刑罰で間違えたっていうものを認めたくないっていうものがあるんだけれども。 いやししかしもう本当いい加減にこの袴田さんに関しては、まあ、これで、うん、あの春までにはきちんあの無罪になると思いますけれど、うん、やっぱりこれを一つの教訓として同じようなことを生み出さないあるいは、うん、その死刑制度みたいなものも含めたこの国のある種、ラパーコース的な刑事司法の問題点を、まあ、直していきましょうよっていう機会には権威を守るっていうんだったら司法とか、うんうん、やっぱりそのまずいところはまずかったって認めた方がいいよね,、まあ、そ,よねそっちの方が全然権威守られる、うん ありがとうございました。はい、青木修さんでした。来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さん登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。